ショッスの中です。今回は KN44 を使ってドミネーションやっていきたいと思います。さあ行きましょうか。久々の KN ですね。意外とお久しぶりな感じがする KN ちゃんですから、ちょっとこれはね、今回頑張ってマーザーシップの方を出していきたい。ダメ、あ、やばい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 、ナイスナイスナイス、やばいなこれ、中あー危ない、怖いよ、裏が怖い、一人来てた、やられる。ブラボー大丈夫かな、ん、上にいたけど、オッケー、私の最強セムテックスが全てを守りた、勝った、オッケー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 、冷静に指切りをしていく、よし、いいですね、いいね、やっぱ AR は最高だな。いけるかなこれ、ちょっとね、多分このこん中入ってくると思うんだよね。裏回られたらそれこそちょっとせっかくここまで繋いできたのが無駄になっちゃうから、そこだけはちょっと警戒しましょうか。とりあえずここ13発あればいけるでしょ、ここは。危ね。来ると思ったぞ。よく来たね。よし、完璧。さあ、パーティーの始まりだ。パーリー。めっちゃ警戒してんな、ここ。私も今警戒してますからね、一人。一人来た。怖い。あとはもうね、得点を頑張って稼ぐしかないでやんす。みんなこのラップスの勢いに乗って旗を取ってもええんやで。みんな旗取ってくれてもええんやで。ええんやで。おっしゃ。おっしゃ、来たー、開幕マザーシップは嬉しい。よっしゃ、いいぞ。そして、なんとリスの変更もやっちゃうんだな。いいですね。開幕からもうなんか安心感を手に入れたかのような。そう、最近そういえばね、安心感を手に入れたんです。私、あの兄様というね、あのライブに参加するんですけど、参加というか、あのあれあるんですけど、参戦するんですけど、そのライブのあれ、おたげ禁止条例じゃないんですけど、禁止がちょっとね、かなり強まったんですよ、最近。こう、ニュースで話題になるレベルでね、本当に。いやー、すごいね、あれは。おたげって、まあ、大体なんか、ペンライト2本持って、なんか、ひょいひょいやってる感じのイメージがね、皆さんあると思うんですけど、そうではないのです。それもおたげの一つではあるんですけど、まあ、他にもまだまだおたげと呼ばれるいろいろなね、行為っていうのはあって、まああれ一本ずつ両方にね、両手に、まあ一本ずつ持ってやってるパターンが、まああるじゃないですか。あれ以外にも、こう両手にこう、なんだろうな、5本持ってたりだとか、そういう何本も持ってなんかぐるぐる回す行為をバルログって言うんですけど、そういうバルログがいたりだとか、あとは、なんだろうな、それ以外は、サキクラっていうね、よくアニソンって、演奏と、まあ、歌ってるところが、パートがあって、その、歌うパートをちょっと、なんだろうな、こう、盛り上げるというか、なんか、際立たせるために演奏をちょっと控えめにするパートがあると思うんですけど、そのパートの部分で、手拍子をわざと入れるっていう人たちがね、いるんですよ。それをサキクラって呼んでるんですけど、それがね、なかなか、こう、近年問題になってて、僕もちょっとどうかなと思ってたんですけど、なかなか、やっぱり後ろから来てた、危ねえけど、後ろもう一人は読めない、さすがにこの二人は読めない。ちょっとなんか打ち終わった瞬間違和感あったけど、いや、まあ、そのね、あのサキクラップっていうのが今まではちょっとね、曖昧だったんですよ、表現の方法として。運営側からしてみたら、こうね、そういう人たちのことを、まあみんなこう、なんか、なんだろうな、もう参加してる人たちにとっては、あれはもうサキクラだってことはもう言わずもがなな感じの情報であるんですけど、運営からしてみればあれを何と呼べばいいんだろうって、まあ多分それが定まってなかったんでしょうけど、
それをちゃんと先クラップって、まあ、今まではその適切ではないタイミングの手拍子はやめてくださいっていうことを奈々さんのライブではそういう風に言われてたんだけど、それがちゃんと先クラップっていう風な名称で、こういう名称みたいな感じで呼ばれるようになったの大きいなーっていう、そういうニュースがあってね、もう安心して兄様参加できるわけですよ僕は。3日目のやつはまだね、チケット当たらなかったんで、ちょっとね悲しいんですけど、奈々さん3日目なんで、いやーでも安定してますね、かなりかなり安定してますね。まあマザーシップが手に入る、いやいいねー、序盤よかった。やっぱラップスパンパーンと出してボンボンボーンってなってね、やるのはいいですね。やっぱタイミングが重要だからね、こういうのは。よし、やば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 。まあ多分まだ敵さんはね、でもこっからちょっと怖いからね、まだまだ奥義は隠しましょう。奥義は150点ぐらいから使おうかなと考えています。使わないとは言っていない。これ怖いな。取れるね、取れる取れる、これは取れる、 100% 取れる。もうセントリーガン先輩があそこ見てるって時点で安心感抜群だわ。いいぞ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 。こっち裏取ってくる人がいないのはでかいね。だいたい B 取ってる最中ってサプレッサーのクーダーが後ろ回ってたりすることが多いんだけど、そういうのがないのは大きいかもしんない。よし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 。なんか右だね、この人たちは右回りだ多分。よし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 。どうしようかな、後ろ来たね、勝負だ。よしよし、気づいてなかった。あっぶねー、あれめっちゃ僕のこと狙ってましたね。さーて、この225ポイント、これはね多分いけますね。ここで出すマザーシップ行くぜ、このタイミングしかない。いけいけいけ、はよ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 。遠いなー、久々のフリンジだから。おーい、あそこでみんななんかやってんぞ。はよはよ、遅いよちょっと。あーい、やってまいりました、やっと登場だよ。ほんとヒーローは遅れてとかいうあれじゃないぞ、これは登場の遅さが。よし、いいぞいいぞ。とりあえず対空してる人たちを叩かなくちゃ、落とされちゃうからね。止まってる人は要注意人物ですよ。対空可能性にですからね。よし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 、なるべくあと室内に逃げてる人も。あ、危ない危ない、あれは危ない、あれは危ない、あれは危ない、非常に危ないです。俺は危ない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 素晴らしい素晴らしい。ここで死んではいけない。125、あーもうここから動かなくていいや今回はね、本当に。いやー、まあそれ以外にも最近はねちょっと話したいことがいろいろあって、くら寿司とかね、くら寿司じゃなかった、違う、はま寿司、くら寿司、スシロー、かっぱ寿司だそうそうそう。いやーね、かっぱ寿司が食べ放題をね始めたらしいじゃないですか。私寿司に関して言うとね、そんなになんか大飯ぐらいではな、いや寿司はそんなになんだろうな、いっぱい食べれないの。うーわ、2週目来た、はい、もう寿司の話題なしカットいやー2週目いけるって、ちょっとなんか右エンジン負傷してるけど早くない？赤いマークついてるよこれ早いんだよなー。いやー相変わらず遠いですけれども、行きましょう行きましょう。マザーシップに乗っていくフリンジ、素晴らしい、あー素晴らしい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 。ちょっと待って、ここから狙ってくる敵もちょっとこの穴から狙えないかな、ダメか、おっと、ちょっと待って待って、このズームしちゃうとなんかあれ、おいちょっと待ってくれ、あーおいおいおい、そこだったか、ごめんよ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 。立ち止まる君はダメだ、対空してる気がする。よしよし、敵にバンシーはいない。あー終わっちゃったか、早い。マザーシップ2周目は早かったっすね。いやー今回すげーいいですねー。あーこのタイミングがすごいけど、まあいいでしょう。
まあ全然構わないです。1500円でね、なんか寿司食べ放題って言われても、寿司大体いつもね、あの食べたなーって思う時も2000円超えたことがないんで、そこら辺はあれですよねっていうのはまあ置いといて、今回はマザーシップを2回出しました。さあどれだけのキルが取れたんでしょうか。オープンザ成績表ドン、71キル。あと6キル欲しかったけれども、今回はなかなかね、なかなかやっぱケーヌちゃんはね、僕のやっぱりね一番使ってる武器ですから、素晴らしい活躍をしてくれてありがとう。そしてマザーシップやっぱいいですね。いや次回作どうなるんだろうね。どういう高キルストが出てくるか楽しみですね。というわけで今回はこんな感じで終わりたいと思います。それでは次回もかかってこーい。